バルブガル水道と水車群跡とは現在でいうフランスのアルル付近に存在した古代ローマ時代の水道とそれを利用して運転されていた水車小屋の遺跡である。ここには古代ローマ時代に建設されたローヌ川を水源とする水道が存在していた。そして水道の終点の先には急な斜面が存在しており、この斜面にいくつも水車を設置して 水道を流れてきた水を流れ落ちさせ、その水車に導いた。こうして回転させた水車を動力として、国粉を生産していたとされている。この製粉工場が稼働していたのは1世紀末頃から3世紀末頃までだったと考えられている。ここで粉にされていた穀物は小麦であったと見られており、最大でた日に約4 5 0 0ラムの小麦粉。 生産できたであろうと見積もられている。この1日あたり4 5 0 0ラムの小麦粉というのは1万個のパンを作るのに十分な量であり、当時付近に住んでいた3万人から4万人の住民が必要とする量を供給できたであろうと考えられている。2世紀後半頃には幅約7 0トル直径約2 2 0トルの水車が斜面に いくつも配置されていたと考えられている。具体的には、8機の水車を直列に配置し、1機目の水車を回した水が、次の2機目の水車を回して、3機目以降も同様に回すことで、8機を同時に回すことができたとされている。そして、これが平行にもう一列、つまり合計16機の水車が存在していたと見られている。 16機すべての水車を同時に回すこともできたと考えられているほか、適宜、水車への水流を変えることによって、水車の動きを調整することもできるようになっていたと見られている。1機あたり1時間で 24kg の製粉が行えると考えられており、1日12時間稼働したとすると、16機で約 4600kg の製粉が可能となる計算である。無論、 ある水車への水流を完全に止めて、特定の水車の水車だけを停止させることもできたとされている。水車を動力として、製材を行うための装置の模式図。国粉を作る以外にも、同様の方法で回転させた水車を動力として、ノコギリを動かすことで製材もされていたと考えられている。下中直人編集。 世界酒もの時点 P156 平凡社2002年12月11日発行 ISBN4 から582124240ありがとうございます